どうもしゅんです。こんにちは。今日はですね、サクラス株式会社という会社に来ています。今まで僕のチャンネルでやったことなかったんですけども、外資コンサルの面接をさせていただけるということで、サクラス株式会社の代表取締役のヒガミさんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒガミさんは大学卒業後 AT 会議っていう、会社に就職されて、でその後 DNA っていう会社に転職されて、でそこでも子会社社長とかをされて、で独立して今サクラス株式会社という会社を経営されています。多くの学生の面接をされてきたということで、今回は僕の外資コンサルに関する面接をしていただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、石川県出身ということで、はい、石川県を訪れる外国人の数は1年間でどれくらいかというのを考えてみてください。外国に住んでて日本に旅行に来てる人ですね、はいはい、いわゆる訪日外国人、はい、そのうち、石川県を訪れる人。なるほど、わかりました。わかん…ちょっと待ってください。はい、出せました。早いね。はい、じゃあ早速お願いします。はい、1年間で訪石川外国人の数は約180万人だと推測されました。なぜそう考えたんですか？はい、僕自身、石川県金沢市出身ということもあり、東茶屋街の一番近い小学校に通ってたんですよね。観光地、ね、はいはい、自由研究で1時間、何人の、外国人の方がいるかっていうのを調べた経験があるんですね。お、茶屋街だけに関してなんですけど、で個人的に調べた結果100人だったんですよね。午前11時から12時の間に100人訪日外国人の方がいらっしゃいました、小学校時代の実験から、大体夕方に閉まるので、どこの観光地も閉まるので10時間ぐらいを計算すると、大体1000人東茶屋街に外国人の方が来るなっていうふうに推測しました。石川県の金沢市に関して主に5つ観光地がありまして、兼六園、21世紀美術館、近江町市場で東茶屋街、金沢駅、その5個の観光地、多く見積もったとして、それぞれ5個、1時間あたり500人いらっしゃるというふうに推定をし、を日中に10時間と仮定し、5000人、1日あたり5000人の訪日、石川県に来る外国人がいると推定しました。5000人かけるで1ヶ月あたりは15万人、1年間だとかける12をして180万人という計算をしました。石川県なんで能登とか、そうですよね、なんかそっちも止まったっていうのは確かになんかまるっと能登がないのはちょっとがある気がします。で、あとは平均何泊してるんですかね、この外国人っていうのは。確かに金沢に関したら2泊から3泊2泊から3泊くらいするんですかね、はい。そうすると、今回聞かれてるのが、人数、純粋な人間の数だったとすると、仮に平均2泊3日で金沢を訪れてるとすると、同じ人が2泊3日いても180万人なの。減ります減りそうだよね、はい、なんかだって翌日数えたら同じスティーブなんでしょ。確かに、あとまたスティーブやって半分になりますね。半分になっちゃうからね、このフェルミ推定の考え方の正解と質問の意図みたいなのがあればお伺いしたいなっていうふうに。でもね、もうまさにちょっと感じてると思うけど、はい、仕上がりの数字は近いに越したことはない。あんまり全然違うとそれ考え方も違うよっていう可能性が高いので、はい、仕上がりの数字は近いに越したことはないですけど、はい、数字が合ってればいいわけではないですね、はい、感じてる通り、はい、で、これで聞いてるのは、そのロジックですね、どういう計算式、どういう、論理で、求めたかっていうことを見ています。で、その時に、同じ人2回数えてないかとか、はい、忘れちゃってる範囲がないかとか、はい、そういうことがあると、あんまりよろしくないわけですね。理屈が通ってればよくて、それを見てるっていう感じです、はい。
で、まあ、あとはサブとしては、なんか分かんないものに対して分かんないっていうふうに投げなくて仮説思考で、はい、まあ、分かんないなら仮説を立ててもう前提を置いて考えようとできるかどうかっていうところも、まあ、一応サブの論点としては、まあ、なるほど。そういう点では今の回答っていうのは何点ぐらいでしょうか、うん。あ、まあ、今の回答は結局でもその小学校の時の経験を元にしてしまっている部分があるので、はい、まあ、そこの部分っていうのをまあもう一度なくして問い直した時の回答にもよるとは思いますが、まあ50点ぐらいですかね。お、はい、ありがとうございます。まあなんとなく多分落ちると思います。そうですよね。死ぬほどロジカルじゃないなっていう。まあ1回目だったからね、はい、普通はまあ1回目はそんなもんですよ。なるほど、はい、コンサルタントっていう職業にはこういったそのロジカルな考え方が必要っていうことですかね、うん、はい、それはそうですね。やっぱり1年目から、まあ、経験20年30年のもうベテランのまあ社員さん役員さんとまあ、対等にお話をさせていただける機会をもらえるわけなので、はい、まあ、自分の経験で、まあ、今回みたいにいや僕は金沢のこと分かりますだったらいいけど、はい、これ全然知らない仕事を、まあ、その役員さんとか話さないといけないね、その業界の専門家と、ってなった時に、まあ、なんで自分が価値が出せるかっていうと、まあ、その論理的に客観的に正しいっていうことでしか、まあ、上回れる点がないんですね。なので、まあ、若手コンサルタントにとって、まあ、論理的な力っていうのは非常に重要。なるほど、はい。石川県から仕事を依頼されたとして、はい、石川県の訪日外国人の数を2倍にしてくださいと言われた場合に、はい、まあ石川県の人が、あ、それは思いつかなかったっていうような、まあ、なるべくちょっと幅広に、はい、石川県の訪日外国人の数を2倍にする方法を、まあ、5分間で、はい、なるべくたくさん出してください。はい、承知しました。20個以上。20個以上。はい、わかりました。じゃあ、よーい、どん。はい、はい、じゃあそろそろ時間になりますんで、じゃあ考えてみたことを話してください。お願いします。はい、難しかったです。ですね、20個は思いつきました、うん。の20個です。なるほど、はい。政治経済ってのは何ですか？政治的に動かしたら、訪日外国人が増えるのではないかという。なるほど、はい、はいはい。それは政治家は何をしたらいいんですか？まあ、一番思いついたと思いついた、こととしては友達紹介キャンペーンっていうのをがありのありなのではないかというふうに思いました。石川県に友達を呼ぶと税金が減るみたいな、はい、そうですね。何らかのインセンティブがある、もしくはまあ渡航費が安くなる。あ、渡航費が安くなるとか。なるほどね。まあ、最近僕自身 Uber Eats を使うんですが、うん、友達も使ったらまあ1000円オフになるっていう、うん。まあ、いろんなサービスとかで友達紹介キャンペーンがなんだかんだ有効っていう風に、有効な話が結構聞いて、前の方から聞いたりしてまして、そういった形で、単純に来るよ、日本に来る予定の、訪日外国人がもう一人連れてくれば2倍になるのではないかっていう風に考えました。はい、そしたらですね、今挙げてもらった方法を、はい、まあ、3つか4つのグループに分けると、はい、どんなグループになりそうですか？はい、オンラインの SNS グループと、うんうん、オフラインの民間グループ、うん、で、オフラインの国グループの3つに分けました、うんうん。はい、こんな風に、まあ、オンラインとオフラインみたいに構造化してもらえると、はい、すごい漏れてないことが分かっていいかなと。なるほどね。で、この中で何を見てるかということなんですけれども、はい、構造化ができるかどうかというのも見ています、はい。で、実際に、まあ、もし5分以内にたくさんの案を出さなきゃいけないっていうふうになると、まあ、思いつきで出していると、まあ、ある領域だけいっぱい出て、ある領域は全然見てなかったっていうことになってしまうかもしれませんので、はい、まあ、どこまでちゃんと広い範囲を、まあ、
意識して、まあ、見れてるかなというようなところを見てますと。でそのためには、まあ、きっちり構造化しながら青を出していかないといませんということですね。で、まあ、こういったそのケースの問題には、まあ、こうやって発散させるものもあれば、もう戦略をもう決めてくださいと、一番効果あるやつを言ってくださいっていうふうに収束して絞っていくような問題もあって、まあ、両方、まあ、あるんですけど、まあ、今回はまあちょっと広げてもらうタイプの、はい、まあ、ケースを考えてもらいました。なるほど。で広げてもらう場合にはまあ、構造化と、まあ、全体感をまあ意識して、いただければなと思いますね。で今回だと、まあ、いろんな構造化があり得ると思うんですけど、はい、まあ、フレームワークってなっちゃうとね、知ってる知らないの問題が出てきちゃいますけど、まあ、例えばそのマーケティングのフレームワークだと 4P とかっていうのがあったりして、うん、まあ、4P って言葉を知らなかったとしても、はい、まあ、その魅力の中身となんか伝わり方と伝える場所とか、まあ、そういうことで言えば、まあ、なんとなく、まあ、想像はつくじゃないですか、はい、で今回で言うと例えばその石川の魅力が伝わってんのか、それとも石川自体の魅力を増やす必要があるのか、まあ、これで例えば分けることができますよね、はい、で石川県自体の魅力を増やさなきゃいけないんだとしたらホテルの数は足りてるのかとか、まあ、そういう話があるわけですよね、まあ、そういうそのいろんな問題が考えられて、まあ、いろんな解決策が考えられる中で、まあ、その辺を逃さずにちゃんと全体を見えてるかなっていうことを見ています。なるほど。単純にアイデアだけで考えるんだけど、ちゃんと構造化して、うん、で、なんかもうちょっと解像度を、うん、深めに考えなきゃいけないかなっていうふうに思いました。今の僕の回答は点数でいうと何点ぐらいでしょうか。そうですね、50点です。おお。まあ受からないといや難しいな。これトレーニングによって上がるもんなんですかね。まあ、考え方みたいなのを身につければ向上はしていくっていう、うん、そうですね。まあ実はまあ外交はどうかわからないけど、まあ、こういうのが好きな会社だったとしても、はい、ポテンシャルを見てる会社っていうのがあって、はい、実はさっき その石川県の訪日外国人石川外国人の時もそうなんだけど、はい、一度気づいた問題に対して別のものに対しても同じことを気づけるかとか、まあ、今だとその途中から構造化ができるかとか、はい、まあ、その面接の30分の間でのその人の進化があるかどうかっていうのも見られているので、まあ面接の開始時に全くできなくても面接が終わった後ちょっとできるようになっていると、まあそれを評価してくれる会社っていうのもあると、はい、いや奥が深い。僕自身面接は山ほど受けてきたんですけど、うん、こういう動画で、うん、こういう形でコンサルタントのフェルミ推定とかこういうアイデアを出すっていう面接は初めてだったので、すごく新鮮でした、うん、はい、はい、まあ特殊な評価。なるほど。ということで、池上さんは今、エンタメ×コンサルタントの会社をされてるんですけども、こういった形の面接では普段はないんですけども普段はこういう面接は別にうちの会社ではしてない、はいはい、ですが、興味のある方は、池上さんの YouTube チャンネルもあったり、あとはホームページも下に貼っておくので、よかったら覗いてみてください。あとちなみに僕も大学2年から3年の時にここでインターンをしていたので、おすすめです。シェン君もインターンプログラムの時にマーケティングのフレームワークとかちょっとやってたはずなので、甘いもの面影はない。はい、結構途中からちょっと思い出してきたのがありましたね。懐かしいですね、うん、すいません、僕が入ってるって言って身についてないことがバレちゃって使うかわからないんですけどまあじゃあいいインターンなのでよかったら、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。で今日の動画は IDS チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。